こんにちは、こじこじです。今回は毎月恒例、ハードオフで買ってきたものを紹介します。夏休み明けの9月ということでね、やっぱりね、ハードオフ、物がね、少ないなーって感じがするんですけども、今回は夏休み特別企画でね、Windows 98マシンを組んだので、ちょっとね、古めの PC パーツ多めに購入してきました。それではね、いつも通りゲームソフトから紹介していきます。まず最初はこちら。プレイステーション探偵神宮寺三郎夢の終わりに普及版ということでね、108円で購入しました。こちらベスト版みたいで定価ね1500円みたいなんですけども、僕ねセガサターン版の神宮寺三郎をやったことあるんですけど、確か夢の終わりにだった気がするので、はい、多分ねこのゲームやったと思うんですけど、すっごくね懐かしいです。神宮寺三郎というと確かファミコン版からね存在してて、最近なんか神宮寺三郎のね最新作が出るみたいな情報も出ててすごくね気になっているんですけども、なんかすげえピンポイントに購入できました。続いてこちら、同じくプレイステーションの探偵神宮寺三郎灯火が消えぬ間に普及版ということで、こちらも同じく108円で購入しました。神宮寺三郎シリーズ結構ねなんか人気があるような、僕の中でですよ、人気がある感じがして、なんかすごいハードボイルド探偵的な感じでねかっこいいですよね。続いてコントローラー系ですね。今回ちょっとゲーム系少なめなんですけども、こちら Wii リモコンです。モーションプラスはついていない方で価格は108円でした。で Wii リモコン1本だけじゃなくて、他にね白いのが3つあって、こちらもね全て値段見えるかな、108円で購入しました。今までハードオフ通ってて Wii リモコンがね108円って見たことがなくて、なんかね Wii リモコンでも108円のものと324円のものが混ざってて、108円のものだけね購入してきました。計4つ Wii リモコンが揃いました。これでねみんなでマリオパーティーとかねできますね。まあ、すでにね Wii リモコン3本ぐらい持ってるんですけども、まあねプラス4本ぐらいあってもねなんかいろいろ楽しめるんじゃないかと思います。これはね次回動作確認したいと思います。全部が全部ね使えるわけじゃないと思うんですよね。全部使えたらマジでラッキーだと思います。使えなかったら修理とかねしていきたいなと思います。続いて PC 系のパーツ購入したものを紹介します。 Windows 98のマシンを組んだ時に IDE のケーブル、IDE のケーブルをね全部使い果たしてしまったので、こちら80センチのドライブのね IDE のケーブル108円ということで購入しました。最近こういったね袋に入ってる未使用品ってあんまりなくて、結構ねレアなんじゃないかなと思います。続いてこちらフロッピー用のケーブルですね。ダブルシールド加工ラウンドケーブルということで、フロッピー用のIDEのケーブルもドライブ用のIDEのケーブルも通常キシメンタイプなんですけども、キシメンタイプじゃないと PC 内部の配線がねしやすくて綺麗にねパソコン組めますよね。続いて同じくこちら、多分ねマザーボード付属だと思うんですけども、ドライブ用のねIDEのケーブルとフロッピー用のIDEのケーブル108円ですね。マザーボード付属のね IDE のケーブルってね長さがねちょっと微妙で短かったりすることがあるので、長いのと短いのというね使い分けで、で今後ね使っていけるんじゃないかと思います。で Windows 98のねマシンを組んだ時にバックパネルがねついてないマザーボードだったんですけども、今回ねこちら iNEX のバックパネル108円で売っていたので2つ買ってきました。どっちが合うのか正直わかんないんですけども、後ろ側を見ると PS2 端子に LAN ポート、シリアル2ポートにパラレルに1ポートついているので、多分ねこの形状だと前回ね組んだ Windows 98マシンでね使えるんじゃないかと思います。はい、これね次回ねつけたいと思います。これつけるだけの動画ってどうなのかなと思うので、他のと一緒にねやりたいと思うんですけども、つけたいと思います。続いてこちらバッファローの IEEE1394 のねインターフェースボードですね。こちら108円で購入しました。こちらのボード Windows 98、 Windows ME、 Windows 2000対応ということで、
今時ね IEEE 使うかって言われるとまあ使わないなと思うんですけども、その当時のね箱付きでねこんな備品なインターフェースカード手に入るかというとなかなかね手に入らないんじゃないかということで購入しました。確か IEEE 規格は Mac 用の FireWire と同一規格だった気がするんですけど、気のせいですかね。まあ多分ね使うことないと思うんですけども、一応ね Windows98 マシンにね搭載してちょっとだけ遊んでみようかなと思います。その他にコマゴマとね PC 系買ったんですけども、こちらもうね現在あまり見かけないんですけども、 PC カード用の変換アダプター、こちらが SD カードを PC カードに変換するアダプターで、こちらがコンパクトフラッシュを PC カードに変換するアダプターですね。2つとも同じく108円ということで購入しました。まあ多分ね使う機会あまりないと思うんですけども、今後ね PC カード用のねスロットというかドライブを見つけてね Windows98 マシンに取り付けることがあったらね使いたいなと思います。そして最後にこちら、聞いたことない人も多いと思うんですけども、スマートメディア64メガで216円ということでね購入しました。スマートメディア自体僕ね使ったことはないんですけども、最近ねスマートメディアという企画を知って、ハードオフでね2メガとかでもなんかプレミア価格がついてて500円とか800円とかするんですよね。なので64メガ216円ということで、ね、かなり安いなということで購入してきました。何に使うのと言われると特にね使うあてはないんですけども、まあ古いデジカメでも買ってねスマートメディア挿して遊ぼうかなと思います。これでパソコン系終了しました。で他のねハードオフに行ったところ、なんか近くに YouTuber さんかブロガーさんが住んでるのか知らないんですけども、なんか Amazon で買ったまんまの商品をそのままね売ってる方がいるみたいで、ジャンクでね Amazon で買った商品が結構並んでました。まずこちら、これ絶対 Amazon で買った商品ですよね。このシールよく Amazon で購入するとついてきますよね。108円ということで、しっかりね封がされているので何が入ってるかねわからないんですけども、こちらの名前を見る限りだと、スマートフォン用の360度回転する台座みたいですね。ああ、伸縮アームもついてて、なんか粘着ゲル吸盤付きということでね、なんですかね、スマートフォンで自撮りしないんですけども、するとき便利かなみたいな妄想をしてね購入してきました。で肝心の中身は確認していないので、本当にねその商品入ってるかは分かりません。続いてこちら、両方とも108円なんですけども、荒野コード PUPG 用のこちらが左右の LR 的なパッドで、こちらがコントロールパッドということです。これもどう見てもね Amazon でね買ったな的な商品ですよね。インターネットニュースで PUBG とか荒野行動用のこういったねパッドが売ってるのは知ってたんですけども、まさかねハードオフのジャンクコーナーで100円で売ってるとは思わなかったので購入してきました。うん、ちょっとスマートフォン版のね PUBG で試してみようかなと思います。続いてこちらですね。こちらも絶対 Amazon で買っただろう的な商品ですね。で価格はこちらか、108円で、何が入ってるかというと、月のランプ直径12センチということで、こちらはねあのテープとか貼ってなかったので中身ね見てから買ったんですけども、あの月の形をしたね超おしゃれランプが入ってます。こんな感じのね、はい、商品で、何ですかね、月のねクレーターを綺麗に再現している商品です。ここのボタンを押すことによってこうランプがつく的なねアイテムです。はい、こんな感じ、実写版ねドラゴンボールのポスター的なねポーズを取ることができます。はい、これとそのポーズ取ってどうすんの的な感じなんですけども、はい、なんかねあのおしゃれアイテムとしていいんじゃないかなと思います。あ、ちなみにオレンジ色と白色にね光るみたいです。でセンサーがついて指でねあの電源オンオフできる感じです。いよいよ残り最後の2点、まずはこちら、108円で購入した
イヤホンですね。注目すべき点はこちらですね。ちょっと飛び出しちゃってるんですけども、端子がね、5極の端子になっています。形状からね、メーカー分かる方もね、いらっしゃると思うんですけども、こちらよくよく見るとソニーと書いてあります。なのでソニーの5極端子のイヤホンですね。ソニーの最近のウォークマンにはノイズキャンセリング機能が搭載されていまして、このね、5極端子のイヤホンを挿すことによってノイズキャンセリング機能が使えるというね、仕組みになっています。僕ソニーのウォークマン使ってるんですけども、正直ね、 Bluetooth イヤホンを使っててワイヤレスってすげー便利と思ってて、なんか今普通のね、イヤホンあんまり使ってないので、あまりね、ノイズキャンセリングイヤホン興味がなかったんですけども、108円ということでね、もう購入してきました。こちら多分ね、なんかのね、付属品のね、イヤホンだと思うんですよね。それをハードオフに売って、店員さんもね、何のイヤホンだか分からずに108円貼ってジャンク箱にポイって入れた感じですね。それでは最後の商品、最近ね、仮面ライダージオが始まったんですけども、僕もね、いよいよ時のね、王のベルトを手に入れました。こちら、はい、仮面ライダー電王のね、電王ドライバーじゃなかったと思うので、電王ベルトですね。こちら価格324円ということでね、購入しました。残念ながら非常にね、状態がいいんですけども、子供が使うと結構ね、この辺擦れてね、塗装剥げとかあるんですけど、塗装剥げとかね、少なくて非常に綺麗なんですけども、ライダーパスがね、ついていません。ライダーパスが必要なのかちょっとわからなくて、これってライダーパス必要なんですかね。劇中だと確かライダーパスこうかざして変身してたかな的なね、感じがするので、もしかしたらライダーパスがないと変身できないのかもしれないんですけども、次回ね、ちょっとね、遊んでみたいと思います。今回こんな感じのね、商品を買うことができました。一点一点はね、そんなにね、すごい商品がないんですけども、まあ、細々とした中でもね、いいのが買えたんじゃないかなと思います。この動画が面白かった、参考になったという方は、チャンネル登録、グッドボタンしていただけると、僕のモチベーションが上がります。今週、またね、3連休、土日月とね、お休みということで、以前ね、秋葉原で500円で購入した MacBook の下半分、あのノート PC をリノベーションしてね、デスクトップ PC にね、して3連休中にね、動画上げたいなと思っています。気になる方はぜひ見てください。皆さん、また見てくださいね。バイバイ。